アシガバードのメロンとスイカメロンの日はトルクメニスタンの国民の祝日である。トルクメニスタンでは数多くの品種のメロンが栽培されており果実の形も様々なものが存在する。マスクメロンが国の特産品であり特に近年ではトゥルクメンバシメロンという意味で初代大統領であるサパル村とニアゾフの称号であり継承の生産量が多い。トゥルクメンバシメロンは 香り、味、その大きさから世界でも高く評価されている。メロンの日は、1994年に、トルクメニスタン大統領であったサパルムラとニアゾフにより制定された。この記念日は8月の第2日曜日に設定されている。当日には、首都アシガバートでメロンを含む様々な種類の果物が販売され、取り扱われる品の試食イベントやメインとなるメロンに関する、 様々なコンテストが開催される他にダンスや音楽などのイベントも行われている。2004年に農家の人々に対する講演の中でニアゾフ大統領は以下のように述べた。全知全能なる神はトルクメニスタンの土壌を至高の味わいの果物が豊富に採れる豊かな土壌へと変えてくださった。それらの一つがトルクメニスタンのメロンである。楽園の果物を連想させる。 独特の味わいを持ち、農家の緩みない、努力の結果得られる果物である。新聞取材の中で、ニアゾフは次のように述べている。トルクメニスタンのメロンは、国の誇りをかけた、特産品である。その味わいは世界に比類なく、その香りはあなたを虜にするだろう。この、メロンの日は、トルクメニスタンに24にある祝日の一つである。なお、 他の祝日としては、水の雫、金の粒の日、再生、統一、マフトゥモグルの死の日、良き隣人の日、トルクメニスタン競争場の日、トルクメン絨毯の日などがある。ありがとうございます。